ザサンクチュアリは、イングランド南西のカウンティであるウィルトシャーにある、エーブベリーの村近郊に位置する、ストーンサークルと木柱サークルの環状遺跡である。発掘により54の立石の穴と62の柱穴の位置が明らかになっている。沿環は、後期新石器時代から青銅器時代にかけての、西暦紀元前3000、1900年の時代に、渡って、 ストーンサークル建造様式の監修であった。そうした遺跡の目的は明らかでないが、それらの石はサークルを築くための超自然的な構成要素であったと推測されている。ザサンクチュアリはオーバートンヒルに構築され、ウェストケネットロングバローやイーストケネットロングバローのような、より古い前期新石器時代の遺跡が見渡せる。そこは、ウェストケネットアベニューを経て、 後期新石器時代のエーブベリーの環状遺跡及びストーンサークルにつながっていた。また、その付近には、戦士時代のリッチウェイの経路及びいくつかの青銅器時代の紛糾がある。18世紀初頭、遺跡は1723年より、高古家、ウィリアムス・チュークリーによって記録されたが、立石は、その後間もなく地元の農民により取り去られ、破壊された。ザサンクチュアリは、 1930年に、ベン・カニングトンと、モード・カニングトンにより、考古学的発掘がなされ、その後、戦死時代の柱の位置が、コンクリートの杭により示されている。現在、イングリッシュ・ヘリテッチの保護下にある、指定遺跡の一つであり、ストーンヘンジ、エーブベリーと関連する遺跡群の一部として、国際連合教育科学文化機関の世界遺産にも、登録され、 周年訪問者に開放されている。ウェストケネットアベニューが、ザ・サンクチュアリにつながる場所ウィンドミルヒル・エーブベリー、ベックハンプトンウエスト、ケネット・シルベリー・ヒルウエスト、ケネット・ロングバロー・ザ・サンクチュアリ・ザ・サンクチュアリ及び、エーブベリー付近の新石器時代の遺跡群、ザ・サンクチュアリは、エーブベリーの南東2 4トルマールボローの、西7 2トルにあり、オーバートンヒルを通る。 幹線道路 A4 の南側に位置する。ケネット川の定地を一望できる場所にあり、オーバートンヒルに位置するザ・サンクチュア・アリからは、ウェストケネット・ロング・バローや、イーストケネット・ロング・バロー、ウィンドミル・ヒルなど、景色の中に、いくつかの前期新石器時代の遺跡を眺望できる。ザ・サンクチュア・アリが構築された場所には、かつての人の営みが見られる。ここには発見されたピーター・バラ・陶器の散らばっている。 ことが認められており、遺跡の北数百メートルに及ぶとも思われる。ザサンクチュアリは、ウェストケネットアベニューと称される道につながる。ウェストケネットアベニューは、エーブベリーの環状遺跡まで石の列が伸びており、ザサンクチュアリに接続する地点は、道の始まりないし、終わりと見られていたものと考えられる。紀元前4000年期前3000年期の前期。 新石器時代から後期新石器時代への移行においては実用的、技術的継続が多く見られたが、築かれた遺跡の様式にはかなりの変化があり、特に現在のイングランドの南部や東部では顕著であった。紀元前3000年までの前期新石器時代に主流であった長塚、修行及びカーサスは築かれなくなり、多様な種類の円粉にとって変わった。これらには、 感情のドルイと堀の返事、木柱サークル、それに、紀元前18世紀頃からのストーンサークルなどがある。ストーンサークルは、ブリテン島の南東側を除いて、石が利用可能なイギリスのほとんどの地域で見られ、サウスウェスト、イングランドやスコットランドの北東部アバディーン付近に最も多い。 それらの建造様式の監修は、紀元前3300年から前9 0 0年まで2400年間続き、その建造の主たる時代は、紀元前3000前1300年にかけてであったと考えられる。現在のウィルトシャーの地域にも、多様なストーンサークルが構築され、その中で最もよく知られるのは、ストーンヘンジとエーブベリーである。ウィルトシャーに知られるものは、ほとんどが、 地形的に低い場所に建造されている。ザ・サンクチュアリに建てられた位置を示すコンクリートのクイザ・サンクチュアリは全径約40メートルの2つの同心円状の管からなることが発掘により明らかになっている。2つのストーンサークルは60の同心円状の柱穴の円管が囲んでおり、かつて木柱が立っていた場所を示している。この遺跡における最初の取り組みは 紀元前3000年頃であり、直径4.5メートルの円管が7本の木柱により構築され、その中央に1本の柱があるもので、丸い小屋と推定されている。その後100から200年のうちに当初の管は拡張され、第2の円管が加えられて、直径11.2メートルとなった。第3の拡張は後期新石器時代とされ、 33本の柱による3番目の円管が追加されて直径20メートルの円形になり同じ時代のうちに15内市16のサルセン石により直径15メートルの内側のストーンサークルが取り入れられその中間の管は石と柱の内壁を成していた最終的には42のサルセン石により直径40メートルの境界の管を形成したこれは エイブベリーの環状列石とと、同時代に建てられたものとも考えられ、ザ・サンクチュアリからエイブベリーに至る、ウェストケネット・アベニュー入り口を示す二つの石があった。この遺跡が1930年に、ベン・カ・ニングトンとモード・カ・ニングトン夫妻により初めて発掘された時、ストーンヘンジに相当する木材のものとして、説明された。162本の柱穴が発掘され、 いくつかの二重の柱があり、柱の痕跡もまだ見られた。また、後の段階においては、道によるザサンクチアアリとエーブベリーとのつながりに重きが置かれ、二つの遺跡の性質は異なるが、保管的な目的を果たした可能性を示唆している。木柱で茅葺屋根を支えたとも考えられる。当初の小屋は地位のある賢人の住居であったとの推測もされている。もう一つにそれは、 死の家としての役目を果たしたとも言われる。1930年の発掘において、新石器時代の陶器及び、動物の骨がカニングトンにより発掘されており、それはこの場所にいくらかの居住活動が見られたことを示している。また、若い女性の遺体が内側のストーンサークルの東側の石の傍らに埋葬されたことが明らかになった。 彼女は一つのビーカーと共に葬られていた。構造物が何の目的を担っていたのかは不透明なままである。何百年もの間使用されてきた場所としておそらくその用途は建築形態と同様に長い年月を重ねるにつれて大きく変化したものと考えられる。ウィリアムス・チュークリーによる1723年のザサンクチュアリの描画18世紀初頭。 この遺跡は大部分が破壊されたが、それは、ウィリアム・スチュークリーが訪れ、そこを描写し得てからであった。ザ・サンクチュア・リは、広告家、ウィリアム・スチュークリーによって観察された。スチュークリーは1723年7月8日に、この遺跡を描き、それを、テンプル・オブ・アーザと呼んだ。これは、タキトゥスのゲルマニアから発想を得た、スチュークリー自身による、ヘルタからの変名であった。 スチュークリが戻り、1724年5月18日にザ・サンクチュア・アリでさらに実地調査をしたとき、スチュークリは変わって、それをテンプル・オン・オーバー・テン・ヒルと称している。スチュークリーは、地元の人はそこをザ・サンクチュア・アリと呼ぶと記した。しかし、後の考古学者、スチュアート・ピゴットは、これは、地方の民間伝承にしてはかなり怪しい名前であり、17世紀、 あたりの高古守備が働いていることが示唆されるとしている。土チュークリーのザ・サンクチア・アリの描画は、それらを大円に描いているが、後の発掘によりほぼ完全な円形であることが明らかになった。土チュークリーは、その後、その円はこの一帯にわたり、巨石で表示された大きな蛇の頭を表しているという考えを提示した。土チュークリーはまた、地元の農民による、 ザサンクチアリの破壊を記録している。ザサンクチアリ、ありがとうございます。